冷徹を意味するスターレス、秋山を象徴するこの言葉は今一人の男によって了解され、そして改めてその度合いを進化させようとしています。全てをぶつけられる選手が今 GSC のチャンピオンだから、その男が前哨戦で全てを見せてきたから、そして何より佐々木健介が佐々木健介だから、今チャレンジャー秋山純姿を見せました。初めての対決から3年3ヶ月、今初めてのシングルマッチにそのリングに向かいます。その舞台は流出している GHC ヘビーのベルトを奪還するための戦い、 GHC ヘビー級選手権試合、今そのリングに立ちました。初めてのノアマットでの戦いは敗北でした。しかし最高の試合でした。2005年 7.18 東京ドーム小橋健太戦、最高とは唯一無二、またとないことを言います。しかし今チャンピオンは新たな最高を求めます。そこに秋山純がいるから、そしてそれが自らが巻く GSC のタイトルマッチだから。去年 9.6 日本武道館、森島を破って GSC の第13代の王者になりました。以来米斉藤を相手に2度の防衛、そしていよいよ健介の言うノアの3本柱、三沢、小橋、秋山との戦い。まずは秋山との戦い、最高の秋山を引き出すために前哨戦ではあえて全てを見せてきました。全てを見せ最高の秋山と戦って、その上で勝つ、それがベルトの価値を高めるチャンピオンの責任。今ノアの頂点に立つ佐々木健介、秋山との初めてのシングルマッチ。試合前に GHC 代表管理委員長城秀一より正式に試合宣言でございます。認定証、この試合はGHC タイトル管理委員会が認定する GHC ヘビー級選手権試合であることを宣言する。2009年3月1日 GHC 管理委員長城秀一。続きましてチャンピオンベルトの変換でございます。セカンドナビゲーション093.1日本武道館大会メインイベント GHC ヘビー級選手権試合、いよいよそのゴングが打ち鳴らされます。GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者250ポンド秋山純、全身全霊身も心もこのベルトをかけた試合に捧げよう秋山純。赤コーナー GHC ヘビー級選手権者250ポンド佐々木健介、最高の秋山を引き出すために全てを見せてきた最高の試合をしよう、チャンピオン佐々木健介。健介曰くノアを代表する3本柱、三沢、小橋、秋山、その秋山との戦い。そして放送の解説は GSC 3度大冠三沢光晴選手です。三沢さん、はい、この佐々木健介チャンピオンとして前哨戦では全ての技をこの秋山に見せてきましたね。そうですね。その上でこの秋山を倒そうとしています。60分一本勝負、最高の戦い、今ゴングを聞きました両雄、共に動きません、殺戦。ようやく両者が反時計回り、そして決め合った。先に打ち込むのは果たしてどちらか、一度距離ができました。三沢さん、はい、静かな立ち上がり、 そうですね、それが逆に不気味、逆に不気味ですよね。まずは足を取りに行ってファーストカバーは佐々木健介です。チャンピオンの佐々木健介が先にカバーを仕掛けていきました。そして今度は一転してグラウンドの攻防になろうとしています。
ちょっと様子見って感じじゃないですかね、最初。そうですか。チャレンジャーの秋山純、そして第13代の GHC ヘビー級チャンピオン佐々木健介、去年の 9.6 日本武道館大会で森下を破ってこの GHC のベルトを手にしました。以来 9.27 大阪でモハメド・ヨネ、そして 12.7 日本武道館最高秋田市2度の防衛を果たしています。 GHC を取って IWGP 3冠と合わせて史上初めて3大メジャーのシングルベルトを巻きました、この佐々木健介です。さあ力比べの体勢になりました。まあこの佐々木健介はチャンピオンとして、まあ、前哨戦がここまで今年5回あったんですけれども、そうですね、優位に前哨戦を進めてきましたよね。そうですね、でも自分の思い通りに行ってると思いますけどね、はい。まあ、全ての技を見せて、そしてこの最高の秋山を引き出して、そしてこの戦いに臨みたいんだ、そういうことを言っていました。あ、そうですか、はい。まあ、タイトル戦になるとね、また新しいものが出るかもわからないんでね。あ、そうですか。その辺がちょっと不気味な、ね、部分ありますけどね。そうですか、一方の秋山純は去年の12月7日の日本武道館大会、まあ、その森島を破ってその挑戦権を手にしました。倒したのは佐々木健介です。あの森島を破った試合というのもわずか8分37秒でね。ああ、そうでしたね、スタンド式のフロントネックロックでその森島を破って今宵の挑戦権を手にしています。まあ、その森島が GSC を手にしたのは三沢さんを破ってということになりますが、そうですね、その強力な森島をこの2人は破ってるわけですね。そうですね、まあ、やっぱ勝負はね、分からないですからね、やってみないと、はい。ただ秋山はにとっては、まあ、ここまでの前哨戦というのは分の悪い戦いを強いられてきました。エルボー、そして逆水平、そして強引に倒しに行った秋山です。そして、はあ、拳を握ったんですね。ましたね、逆水平ノルト、そして秋山をチョップで返していく、張り手で返していく。さあもう一度行った。さあ秋山がニュートラルコーナー通された。顔面キックで迎撃、しかし逆水平チョップ。さあ秋山ジャンピングに、さあ場外です。おっと青コーナートップに秋山が向かった。そして佐々木健介を見据えて、あー、秋山が飛んでいった。伊沢さん、はい、珍しいですね、ここはもう後のこと考えてないんで行くつもりでしょうね。あ、そうですか、まあ伊沢さんもこの秋山とは、まあ、幾多の死闘も繰り広げてきました。 そうですね、そして、まあ、この秋山が2回 GSC を取っているんですけども、はい、第2代のチャンピオンになった時というのは伊沢さんと戦った。そうですね、まあ、幾多の死闘激闘を繰り広げてきたこの秋山ではありますが、この青コーナートップから場外というのは、まあ、そういうふうに僕でもあまり見ない攻撃ですよね。そうですね。さあそしてこのチャンピオンの佐々木健介がまだ立ち上がることができません。そして今ようやくリングに戻されましたこのチャンピオンの佐々木健介です。さあ秋山が後ろから今度はスリーパーホールド。まあ、この秋山はその2月11日のケンスケオフィスの大会で前哨戦があったときに、この佐々木健介から直接スリーカウントで取られてるんですよね。そのあたりっていうのは心理的な影響というのはいかがなんですか。どうでしょうね、まあ、そこは本人しか分からないところでしょうけどね、まあ、そこら辺はもう切って戦わないのか勝てないですよね。でもね、秋山が言っていたのは負けて逆に良かったと、はい、まだ追いかけられる存在がいたんだなということに気づかされて、はい、逆にすっきりしたという話もしてるんですよ。いい方向に行ったんじゃないですか。じゃあ、ね、そうですか、
そしてこの試合を迎えています。まあ、この秋山は試合前に言っていたのはもうかなりの時間をかけて、まあ、1週間以上前からもうずっとこの試合のことが頭にあった、はい、あまり自分はその試合のことを長く考える方ではないんだけれども、はい、もうめ珍しく頭からこの試合のことが離れなかったと言っています。まあ、それはいい方にね、出るのか悪い方に出るのかっていうのは、ね、分かんないですけどね。悪い方に出るというのは、まあ、あんまり考えすぎていい場合ない選手もいますんでね。なるほど。基本的に考えすぎてあんまりいいことって人間って考えないですからね。はい、あ、なるほどね。その考えに考えてきたこの試合です。この秋山純です。さあ、首4の字固めに行きました。ある意味考えて考えても吹き切れた部分もあるかもわからないですね。そうですか。一方でこの佐々木健介はもう前哨戦でいろんなことをやってきたから不安も迷いも、そしてこちらはその森島です。この森島からベルトを奪ったのが佐々木健介、そして森島を破って挑戦権を得たのがこの秋山純ということになります。一方のこの佐々木健介は試合前に言っていたのはもう前哨戦でいろいろやってきたから迷いも不安もうぬぼれも全くないんだと、もう今日は試合をするだけですという話をしていました。いいことですけどね。ただここまでの試合展開を見てみますと、何でしょう、この両者にしては意外な展開という感じがするんですよ。そうですね。まあ、基本的には、まあ、試合前はいろいろね、人間考えますけどね、はい、まあ、リング上がれば考えてらんないですからね。この秋山が青コーナートップから場外に体を預けていったり、あるいはこうして首4文字固めで、まあ、このチャンピオン佐々木健介のスタミナを奪っていく。もうすでに秋山純は全身汗びっしょりかいています。さあ、逆水平もう一度来た。さあ、その応酬になってきた。逆水平気合では両者負けてないですからね。さあ、佐々木健介がふらついている、ふらついている、ふらついている。まだ、しかし逆水平を打ち込んでいった、うん、気合で打ち込んでいく。そしてアーテイロー、うん、しかし佐々木健介倒れない。佐々木健介が倒れません。さあ、もう一度来る。今度はローフに振った。そして膝も当てがっていきましたか。どうしたと思いますけどね、ちょっと角度が悪かったのでこっちからちょっと見せなかったですね。強引にこの佐々木健介を倒していきました。さあ、思えばこの佐々木健介が東京ドーム大会でね、小林と戦って、そうですね、まあ、もう無数のチョップ合戦を繰り広げた、そういう意地の張り合いを見せている今日の試合です。強引に飛ばしていってバックを取った。そしてバックドロップ。さあ、後頭部を強打したこの秋山純。そしてラリアット。しかし秋山立ち上がった。そこにもう一度ラリアット。いいのが入ってますね。さあ、今度は放送席の前、秋山純です。さあ、リング上、佐々木健介はちょっとこう頭を抑えながら、今ゆっくりとセカンドロープをまたいで、さっきのエルボーがちょっと顎に入ってるのも分かんないですよね。あ、そうですか。試合時間は今10分を経過しました。水平。そして秋山を捉えて、うん、しかし秋山が反対に返していく。もう一度リングに戻ろうというところ。はい。おっと、あっ、あーと、ネットに戻る。鉄柵、喉元を強打しました、カレンジャーの秋山純。まさに殺人投げとなりました。さあ、そして余裕の表情でリングに戻りました、チャンピオンの佐々木健介。相棒の
健介曰くノアの三本柱、その一人との戦いです。ちょっと喉入って、はい、ちょっと後ろがあったらまずいですよね。あ、そうですか。いやー、でもエプロンサイドからのデッドリードライバー、もう逃れることができないでしょうからね。そうですね、前にちょっと下に入られちゃいましたね。さあ、この生田の激闘が繰り広げられて、そして歴史が刻まれてきたこの GSC のベルト、健介は言いました、そのベルトの歴史に負けない最高の試合をしたい。さあ、佐々木健介が狙っている、秋山潤が、リングに戻ってきた、それを見据えて佐々木健介がラリアット、渾身の一発、力を込めた、もう一度場外、そして健介が追っていく。さあ、放送席の前、そして三沢さんの前だ、ブレンバスター。さあ、苦悶の表情、苦悶の声を上げていますよね。ちょっと息詰まってますね。さあ、苦しくなりました、チャレンジャーの秋山潤。勝てば3度目の防衛となります、この佐々木健介。しかし、その防衛回数は関係ない、目の前の秋山潤を倒すのみ、そう語ったこの佐々木健介です。一方で、勝てば2年半ぶりの3度目の大会になります、この秋山潤。しかし、今非常に苦しい状況。さあ、もう一度狙っている秋山、ラリアットを食らってしまった。さあ、リング中央、片山からめ、佐久間はなんとか肩を上げました。それにしても、この喉元はいかがですか。きついみたいですね、ちょっと入ってるんですね。はい、ノアファンにとっては非常に心配な状況です。 GSC のベルトはこの健介オフィスの佐々木健介を持っています。その流出してしまったこのノアの手法をファンは秋山潤に託している。しかし、苦戦を強いられている。佐久間カウンター2です。ちょっと秋山の動き止まりますよね、これ。さあ、非常に厳しい状況になりました。さあ、今度は佐々木健介がスリーパーホールドです。先ほどはこの秋山が仕掛けたスリーパーホールド、佐々木健介ががっちりと抑えています。さあ、リング中央、非常に苦しくなってきた。そうですね、これ首をグッとこう前に押されてますよね。息できないですからね。そうですね、スリーパーホールド取られている、その秋山は首をグッと前に押されて、さらに厳しい状況になっています。ああ、この試合を塩崎郷が見つめています。まあ、この GSC にチャレンジしたいんだということを語っていたこの塩崎郷です。昨晩はカウント2です。なんとか左肩を上げました。このまだ意識はありますからね。はい、もうあ、そして今度はエルボードロップ、全体重乗っかってましたね。昨晩ノアを代表する三本柱、その三本柱と戦いたいと語っていたこの佐々木健介、今日その一人の秋山潤との戦い、あーと痛めている喉元に向かって逆水平チョップ、照準は絞られている。しかし、この秋山立ち上がります。そして当てた、ラリアット。秋山が以前もラリアットを食らって、で、ラリアットを食らってから右目の状況も悪くなったらしいですね。あ、そのぐらい衝撃がありますからね。試合の途中で右目がブレてきた、そういうようなことも語っていました。前哨戦の中であったらしいですよ。さあ、佐々木健介が持ち上げようというところ、しかし秋山が返した。これは意地で返してきた。しかし、かわした、エクスプレイヤーか、膝を上げて、そしてエクスプレイヤー、まず一発目得意技を放った。そしてスリーパー、しかしかわしていく、かわしていく、そしてサンドスキのフロントレックラック、フロントレックラック。12月7日の日本武道館ではこのフロントレックラックで、そして
もこのフロントに入ってますね。決まり具合はいかがですか。思いますね。そうですか、さあ構えに行った、どうだ、返してきました。生田の強敵を相手にしてきた、そしてその強敵をことごとく破ってきたフロントレックロック。さあこれで状況が一変するか。まずはジャンピングリアート、佐々木健介がかわしている、そしてアート、次にそして、ああ逆に取っちゃう、体重が乗っかっている。さあ両者満身創痍、しかしあーっとキックで迎撃、そして逆水平、青コーナー、そのコーナートップ、流れ式にあーっとフランケンシュタイナー。佐々木健介にはこういった技もあるんですね。そうですね、ああそしてキングバスターの体勢だ、キングバスターの体勢に行こうというところ、うん、いやしかしタイガーセンプレックスか、タイガーセンプレックスに持ってくるか、腕を出すから捉えるか、左腕はフックしている、そして右腕も捉えたタイガーセンプレックスの体勢、しかし秋山を捉えます。秋山の姿勢はサードロープを捉えている、アート、キングバスターだ、キングバスター、松坂様、すみません、秋山かなり体をひねりましたからね。あ、そうですか。なんとかってところでしょうね。あれ両腕取られてるともう受け身が取りづらいですよね。そうですね。そしてストロングルホールド、まずはガンマーに来ました。まあ、前哨戦ではタッグマッチでこの秋山のタッグパートナーであります青木に向かってこの反対の体勢、ストラングルホールド、はい、ゼータというのを見せている。普通ですね、これも息できないですからね。さあリング中央です。まあ、逆に前哨戦ではこの秋山がこのストラングルホールドを仕掛けたという場面もありました、はい、それポジションはいいですね。あ、そうですか、はい、先ほどもスリーパーホールドでこの首をグッと前に押されてきた、そしてこのストラングルホールドガンマーでも厳しい状況。さあカバーは反発、ただこの秋山はことごとく2カウントで肩を上げてきます。そうですね、はい、さあ逆水平、そしてエルボー、逆水平ともう一度来た。さあ秋山振らっていている、その秋山のその張り手を待っていました。さあ自らロープに飛んで、そしてアート先にトバックに入ります。この決まり具合どうですか。どうでしょうね、秋山の踏ん張りが消えてればいいんですけどね。ああなるほどね。さあこのチャレンジャーの秋山も非常に厳しい状況、そして対するこの佐々木健介もかなり苦しい状況です。さあジャンピングに坂場、おっとカウントワンで返した。さあラリアット、あえてラリアットを打つから、あと相打ち、そしてあとこれもラリアット迎撃した。20分を経過しました。両者死闘を繰り広げています、この GSC ヘビー級選手権試合。さあ果たして GSC のベルトを巻くのはチャンピオンかチャレンジャーか、エクストレイナー、しかし健介立ち上がった、もう一度来たエクストレイナー、そしてもう一度気合を入れてエクストレイナー3連発。さあカバーに来た、カウント、カウント熱いです。佐々木健介、この秋山選手、初めての対決は2005年の12月4日、そして今宵初めてシングルで対決を迎えています。さあ生田の歴史を築いてきたその GSC のベルト、
そのベルトの最先端にいるこの2人の戦い。さあ秋山亮太ラリアットで迎撃しました。そしてもう一度気合を入れ直したチャンピオン佐々木健介。さあ健介が飛んでいったラリアット。危ないですね。本当にそうですか。さあ技ライト止め。さあ今どうだ。前哨戦ではこれで敗れています。これは確かに、はい、真っ逆さまに落とされました。しかしカウンターチェーン、アウトジャッキー迎撃した。さあ激闘 GSC ヘビー級選手権試合、秋山コール沸き起こる日本武道館。さあリストクラッチだ。リストクラッチへつないだ。さあ来ました。まずは一発目ノーザンライト部分のお返しはこのリストクラッチへつないだ。しかしこの秋山にはあのスターネスダストアルファがあります。さあ打ち手から来た。言葉ですね。首をかっきりポーズを見せた。さあリストクラッチだ。リストクラッチだ。そしてスターネスダストスターネスダスト前に落とした。前に落として体感したのは秋山潤。2年半ぶり3度目の体感、ノアに GSC の女王が戻ってきました。最後は渾身の力を込めた。この秋山、非常に苦しい戦いを強いられた。しかし見事にそのベルトを手にしました。まさか決まってよかったですね。いやそれにしてもリストクラッチエクスプロイダーからあのサーネスダストを持ってきました。もろ頭から落ちてましたね。まだ依然としてこの佐々木健介秋山潤両者ともに立ち上がることができません。この試合の衝撃をこの情景が物語っています。今ようやく新しいチャンピオンとなったこの秋山潤が立ち上がった。秋山苦しそうですね。依然として胸元を抑えました。しかしこの四方がドアに戻ってきました。第14代新しい GSC ヘビー級チャンピオンはこの秋山潤です。今ようやく秋山潤の勝ちでございます。佐々木健介が立ち上がった。悔しさをにじませる。佐々木健介も立ち上がった。秋山がその距離を詰める。拍手を交わした。よいしょよいしょ。追いかけられる存在がいた。そしてその佐々木健介を破りました。伝統を取り戻しました新チャンピオン秋山潤選手です。秋山さん、今佐々木健介選手とはどんな言葉を交わしたんですか？いや、もう久しぶりに僕は口では緊張してないとか何とか言ってましたけど、前にね、若いやつも来てる、新日本も来てる、そして最後に僕がここにいて、本当に久しぶりに緊張しました。
はい、相手が佐々木健介ということで、もう僕今からプロレス的な作りはもう何もないです。僕はもう本当に今ありがたい気持ちで、皆さんのおかげでこうやって、まあ、小林さんがね、復帰したということもあると思いますけども、みんなの力でこうやって皆さんが来てくれたということで、本当に感謝します。ありがとうございます。多くのファンの皆さんが最後まで見つめました。そして秋山さんが最高の形で締めくくりましたね。いや最高かどうか分かんないですけど、まあありがとう。今年40年ロッサーにどこまでできるか分からないですけど、もうちょっと死に物狂いで頑張らせてもらいます。佐々木健介選手とのシングルの初対決、戦いを終えての感想いかがでしょう。いや本当に最高のチャンピオンでした。僕がまだ超えてないと思います。まだまだ超えてない人もたくさんいます。まだまだ追いかける人もいるんで、もう一踏ん張り二踏ん張り三踏ん張り頑張ります。秋山さんはこの GHC ヘビーのベルト、久しぶりですね、2年半のチャンピオンになりましたけれども、このベルトどんな色に染めていきましょうか。そうですね、まあ今日で最後になるかもわかんないですけど、いやまだケンちゃんにこうやって言ってもらえるように、もう一回選手一同みんな一生懸命頑張ります。素晴らしい新チャンピオン誕生です。秋山純選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。第14代の新しい GHC ヘビー級のチャンピオンはこの秋山純です。そして今宵新しい秋山時代が始まります。2009年3月1日、思えば 3.1 日本武道館というのは小橋健太選手が絶対王者になったその日でもありました。そして6年の年月を経て新しいチャンピオンはこの秋山純になりました。そして秋山時代が始まります。